名鉄3500系電車、名鉄3500系電車、名鉄3500系電車とは、1993年、平成5年に登場した名古屋鉄道の通勤系、電車である。なお、本校では、車体、性能、システムが類似し、同じグループとして運用されている3700系、電車、3代3100系電車についても記述する。 従来投入されてきた6000系列の後継発展車種として、VVVF インバータ制御、電気指令式ブレーキ等の新機軸を導入の上、登場した通勤系電車である。3500系、3700系、3100系ともに、車体は普通構成で、座席はオールロングシートである。収益後の変化として、 1993年から1997年製造の車両は、登場時は種別、行き先表示器が6000系以来の種別イコール漢字1文字、階級を除く、行き先表示イコール日本語のみの方式であったが、2005年までに、種別を2文字表記とし種別、行き先ともに A 文字を併記した方式へ変更された。また、e b 装置や、 折りたたみ式の転落防止ホロなども順次取り付けられている。当初から前車が装着しているボルスタレス台車は1995年から溶断波が設置され、さらに2004年からは電動台車のみ許容荷重を高めたタイプに交換された。1993年6月から1996年6月まで製造された片側サントベラで全車両の座席が ロングシートの4両固定編成で、豊橋方から空3500型からも3550型からも3650型から空3600系の順に蘇生される。主電動機の出力を 170kW に増強し、GTO サイリスタ素子を用いた、VVVF インバータ制御を導入した。また、三菱電機の MBS、 A 方式電気指令式ブレーキを採用しているため、旧来の HSC 方式電磁直通ブレーキを有する6000系、6500系などとの連結運転はできない。電気指令式ブレーキの採用で、名鉄の車両としては、初めて一つの主管制御機で加速、減速操作を行うワンドル式が採用された。主管制御機のノッチは、立候補段、中立、常用制度7段、 非常制度となっている。客室内の設備として、名鉄では、特急車以外で、初採用となる豪車番号表示器と、LED 式車内案内表示装置を車端部に、設置した。豪車番号表示は、途中駅から、行き先が分かれる列車に便利な機能で、案内表示器には自駅の案内などのほかその時々の、速度を数字と電車をかたどったグラフで示す機能もある。 座席配置は6500系8次車、6800系6次車と同一で座面形状が変更された。ラッシュ対策のため、特に利用客が固まる乗降扉の両脇一人分ずつには、座席を設けずりつ席スペースとし、扉間が6人掛け、中間車の車端部が4人掛けとしてある。しかし、実質座席定員が少ないとの指摘を受け、 1996年製造の4次社からは1両に、月8カ所に1人用の補助席を追加した。これは、初期製造車の一部にも設置されている、後日。また、運転席背後には、当初から座席を設けず、車椅子スペースとしている。客室化粧板は6750系2次社から、採用されている、格子模様のクリーム色だが、 天井板が6500系八次車などでは白色であったに対し本系列からはクリーム色となった4両編成34本136両が在籍する落成当時赤い車体に上高口扉の上半分が灰色に塗られていたが2000年以後他の部分と同じ赤色に塗り直されたこれは3 7 0 0 3 1零零系も同じであるまた 座席のモケットは2種類あるが、更新に伴い現在のモケットへ変更が進められ、ストライプタイプは消滅した。2019年から300系タイプのモケットへの更新が進められた。車体は6500系の6518、編成以降をベースとするが、戦闘車前面には電気指令式ブレーキを意味する ECB のプレートが取り付けられ、また、正面下部には、 スカート、配照器を設置した。また、正面上部には、車両番号が表記されている。正面の車両番号表示は、名鉄における、完全申請者では1五十四年以来、車体更新者でも1六十六年以来、行われていなかった。主電動機、主制御機ともに最初は、東洋電気製造製のみであったが、造備車では、主電動機に、三菱電気製、 主制魚器に東芝製と三菱電機製が加わった。カゴ型三小誘導電動機は回転子の構造が単純なため、短時間の過負荷による温度上昇に強く、定格出力は1 7 0ットであるが、短時間ならば実行出力で2 5 0ット以上を発揮できる。また許容回転数も高い。この高出力な電動機によって、 通勤者ながらも高速性能は大幅に向上し、収益当初から名古屋本線の優等列車で時速 120km 運転を実施した。ただし、高速性能を最重視していることもあり、逆に加速度は時速 2.0km、S と日本の在来線 VVVF 車両としては最低ランクに位置する。なお、特急車二千系、二千二百系においても、搭載モーターや、 基本的な走行性能は本系列をベースとしている。総数136両は名鉄では6000系に次ぐ2位だが、それをわずか4年間で投入しており、心臓ペースに関しては、現有車両の中で1位である。また6000系も瀬戸線在籍車を除くと120両に止まるため、瀬戸線の6000系が全廃された2014年度以降は、完全に3500系が、 名鉄最多車両となった。1991年より、犬山線などに暫定的に投入されていた100系200番台が、本来の使用目的である、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄鶴舞線への直通運用に、充当されることになったため、その代替用として1993年6月から7月に、かけて4編成16両が製造された。 当初はまだ3100系が製造されておらず、本系列自体も車両数が少なく柔軟な運用が組みにくかったため、急行にはあまり運用されず、普通列車を中心に運用されていた。このグループのみ6000系などと同じ従来型の列車無線アンテナを装備する。なお、本系列の全体定員は座席を切り詰めたことにより、100系よりもわずかに多くなっている。 1994年3月から4月にかけて7、編成28両が製造された。基本的な仕様は一時車に準拠するが、この造備車より列車無線アンテナの形状が変わり以後の、新造車両ではこのタイプのものが採用されていい。3509階の岐阜放線当車の区3609は1995年9月より、試験的に折りたたみ式補ジョイスを設置し、 翌年の葬備車で本格採用されたほか、1997年には3509回の他の3両と3508回にも設置された。1995年4月に3512回3517回、6月に3518回3521回の計10編成40両が製造された。前日の通り、 この造備車からは制御機や主電動機の製造会社が従来の東洋電気製造製に加えて東芝製と三菱電機を採用した車両が登場した。1995年以降からの東洋電気製造の VVVF インバータ装置などの伝送品には会社名を表す TDK 国印ロゴからプレート式のものに変更となった。 この増備で、広見線進化に三丈館や美細線新一のみや森上間などの支線にも入線するようになった。ちなみに1995年の名鉄での新製車両は本系列のみで、クロスシート車の新製が皆無であった。この三次車導入により、6000系16両が瀬戸線に転属3780系の一部が大体廃車された。 1996年2月に6編成24両が製造された。93609でテストされていた折りたたみ式補助イスが本格採用され、各車両に8名分ずつ設置された。またドアチャイムが設置され、以後の新造車で標準装備となったほか、6000系などの一部の車両にも改造で取り付けられた。さらには冷房装置を低騒音型のものに、冷房装置など、 サービス機器に電力を供給する SIV を GTO サイリスタ方式からイベット方式のものに変更した。室内では天井中央部の高さがわずか1センチメートルであるが高くなった。なお、全編成とも制御装置、主電動機ともに東洋電気製である。1996年4月に8編成32両が製造された。 基本的な仕様は4次車に準拠する。上記4次車と、この5次車の増備により、6000系の後8次車の中間車のみ12両を、瀬戸線に転用させることで、HL 車全廃も800系、初代営業運転終了7300系の一部廃車といった動きがあり、名鉄の 1500V 線区での冷房化率は100%となった。 さらに、6000系列については豊橋までの定期運用が消滅した。この造備をもって本系列の製造は終了し、1997年からの申請は下記の3700系となった。また、7000系から連綿と引き継がれてきた乱系商談面車体の製造も特急車を除いて最後となった。2017年度より、 制御機器の更新工事が順次実施されており、行き先表示器のフルカラー LED 化、ドアチャイムの新設、車内案内表示装置の更新といった改装も同時に行われている。なお、3511編成はこれに先行した2013年に試験的な機器更新が行われており、この時車内案内装置が交換されていたのは、編成両端の運転台側の2機だけであった。 3519階において3300系3312階以降の一同等の位置に優先席スペースの移設、モケット交換が実施された。2019年度には3513階が3300系相当の内装リニューアル工事が行われた。従来の更新内容の他に一部座席下に非常端子設置、中間車への車椅子スペースの設置などが施されている。 これにより、中間車は、座席数が減少している。3500系の改良型で、1997年から1998年に、かけて4両編成5本20両が製造された。編成は、豊橋方から93700型からも3750型からも3850型から93800系である。ちなみに、 3700系という形式称号は、名鉄では3代目となる。動力系や、室内などは3500系に準ずるが、パンタグラフには従来タイプのひし形ではなく、シングルアーム式のものが採用されたほか、車体断面の形状もそれまでの卵型の形状から、側板が垂直の角張り、形状に変更して屋根、高さが10センチメートル高い3600ミ、mm、リメートルとなった。 側窓の天気寸法は 4cm 拡大され 880mm となったが、屋根は、剣部の R、極立半径が小さく上面の R が大きいためまくいた部分が広い。また、本系列から、車体の長さを従来の 18,100mm から 18,230mm に、連結面の長さも 730mm から 600mm に変更した。 床面高さは1トル下げられ、ちょうど1 1 0 0ト、mm、ルとなった。室内の構成は3500系と同様であるが、車体断面の形が変わったことによる変化の他に、天井の高さが2 2 3 5ト、mm、ルに拡大され冷房吹き出口が1200系と同様のラインフロー式となり、座席が扉脇まで延長された。したがって、 折りたたみ式の補助席は設置されていない。扉間の座席は9人掛けとなったが、一人当たりの幅は 440mm で、その後の標準である 470mm、8人掛けに比べと狭い。ただし車端部は 470mm を確保している。座面の形状は3 5 0 0系と同様だが、背すりの傾斜が若干大きくなった。 車体を延長した分だけ、つまの壁が3500系と比べて厚くなり、そこに LED 表示器、消火器、非常扉コックなどを収めている。また、側窓の天地寸法拡大によって、二棚受け金具の形状にも変化が見られる。天井は両、隅から中央に向かって緩やかに高くなっており、中央部の化粧板は一時車がクリーム色、二時車がクレーベージュとなっている。 3500系と同様に、電気指令式ブレーキを装備するため、戦闘車前面に ECB のプレートが装着されているが、そのデザインは変化している。冷房装置は、客室用席の拡大と吹き出し方式の変更に、伴い6000系の能力アップに採用された 12500kcal ロロ、H の集約分散式を各社3機搭載するが、室外機カバーの形状は異なる。 扉付近に体型のラインデリアを併用する点も1200系と同様である。また、車内の LED 表示器の文字の書体も3500系とは異なる。種別、行き先表示器の表示内容の変遷は前期した。電動空気圧縮器、CP は事故の3100系と同様 C-1500 型に補助電源装置。 SIV も出力75区場の新設計品へと変更された。これらの CP、SIV ともその後の新形式では標準装備となっている。1997年に2編成8両が製造された。この2本と下記の3100系一時車の製造によって7300系が全廃された。1998年3月に3編成12両が製造された。 前面窓の位置を8センチメートル上げ、心臓時から種別、行き先表示器にローマ字を併記した字幕を採用し、前面、側面ともに一時車よりも表示窓が拡大されている。この3編成と3100系二次車の製造によって7000系が編成単位で配車されるようになった。本系列は5本が落成したのみで製造を終了し、 以後本線系の4両編成通勤系車両は2004年の3300系に移行した。3700系の2両編成版で1997年から2000年にかけて23本46両が製造された。編成は豊橋方から空3 1 0 0型からも3200系である。車体や客室設備は上記の3700系とほぼ同様であり、 名鉄の公式サイト等では、同型の二両バージョンと位置づけている。しかし制御システムは異なり、VVVF インバータ装置を3500.3700系の GTO 阻止からリベット阻止 1C1M4 群に変更し、故障時に対処しやすくなるなど、きめ細かい制御を可能にした。このシステムは、後の新造者にも一部改良の上で採用されている。制御装置は、 三菱製と東芝製のものが採用された。3500系、3700系と同じく電気指令式ブレーキを装備するため、先頭車前面に ECB のプレートが装着されている。また、従来二両蘇生車の場合制御付随車に搭載されてきた補助電源装置は、本形式から制御電動車に搭載されるようになった。基本的に、 自動放送装置などは搭載されていない。本形式にも、車内案内表示装置が搭載され、1700系と、並結して、快速特急、特急の運用に入った際にのみ、特別車についての案内も表示されるほか、種別の表示が、赤色文字となる。なお、2200系と並結して、快速特急、特急運用に入った場合や千五百点三七零零。 計及び3300系と並結して、急行、快速急行に入った場合でも通常通りの表示、上記の1700系を除くとなる。また、2004年5月には当時落成して間もない2000系と並結しての試運転も行った。2019年6月には、3107回を、皮切りに、車体塗装を2200系に似せたカラーリングに変更した編成が登場した。 特急型と並結した際に統一感を持たせることを目的としたもので3100系のみに施行する予定である。1997年3月から4月にかけて10、編成20両が製造された。1998年3月から4月にかけて9、編成18両が製造された。3700系二次車と同様の改良がなされている。 2000年4月に4編成8両が製造された。前年に落成した1 6 0 0系に準じた変更がなされ、運転台モニターの設置や、主幹制御機の右手操作型への変更、1 0 0系でも採用されている発車予告ブザーの設置、社外スピーカーの設置がされているほか、新生児より転落防止外ホロを装備する。また客室側窓の巻き上げカーテンは、 フリーストップ式となった。前照灯は当初シールドビームであったが、後に、この3次車の全車両が HID に交換され、以後の心臓車両では標準装備となった。また、車体側面の車両番号の表記位置がやや上の位置にずれている。また1700系と並結して、運用に入った際にのみモニターに特別車の開閉図と走行モーターが表示される。 この3次車8両の導入を受け、同数の6000系が、瀬戸線の輸送力増強のため同線に転出した。本系列の製造はこれをもって終了し、以降の本線系通勤系2両編成の製造は2004年登場の3150系に移行した。2002年登場の300系以降、通勤系車両は、ステンレス製の車体を採用するようになったため、 長年の名鉄の象徴であった赤い電車が新生並び改造にされたのは現時点では1380系が最後となった。この3次車をもって TD 車の製造も終了し300系からは WN 駆動に移行された。3500系、3700系両系列で4両編成39本156両。 3100系2両編成23本46両の合計62本202両が在籍している。3500系、3700系は3300系と、3100系は3150系と、共通運用が組まれ、これらを組み合わせた2から8両編成で、本線系統で幅広く使用されている。快速急行以下での使用が中心で、 2008年12月のダイヤ改正以降における豊橋駅発着の急行、一部特別車特急用車両の特急快速特急の運用は基本的に本グループ3300.3150-2200.170から2300系も含むで運用される二両編成の3100系については3150系とともに主に急行、快速急行の運用や 平日の朝夕ラッシュ時、名古屋本線、床滑線、犬山線の岐阜駅、新沼駅、豊橋駅間の特急で2200、京野線700から2300系6両編成に、増結して8両とする運用もされる。2011年3月改正からは4連車と2連車と、並結した6両編成による、全車一般車特急運用が深夜、名鉄名古屋駅発東岡崎駅や、 中部国際空港駅発議阜域に設定されたほか、2015年6月20日からは1800系、1850系の運用と入れ替わる形で日中の全車一般車特急運用も一、往復設定された。回送列車では2両編成を4本連結した8両編成や2000系との並結も行われている。支線区では、西洋線にはこれまで2000年頃の ごくわずかな期間を除いて入線実績がなかったが2008年6月のダイヤ改正以降定期運用が設定された。三河線、地流さなぎ間ではワンマン化以降定期運用はないがイベントなどのため増発して6000系だけでは車両不足になった際には車掌が乗務して入線する。2003年3月27日のダイヤ改正以降は前日限りで 定期営業運転を終了した93300系に代わって実行線で2両単独で運用されていた。しかし平日は混雑することから2009年10月3日のダイヤ改正運用変更以降は実行線は5000系などの4両編成による運行とされた。また以前は小牧線や三河線、知立壁南間や広見線進化に見立て間、 美西線津島井北にも乗り入れていたが、ワンマン運転開始に伴い定期運用がなくなった。なお、これまでにトヨタ線での定期運用はない。2019年1月24日に本系列としては初めて3120回が蒲氷線で運用された。これは現在 VVF v, v, v インバーター制御を採用した通勤停電車が蒲氷線に入線しためてである。 本系列、特に側面がフラットな3700系と3100系にはタイアップなどの一環としてラッピングが行われる場合がある。以下はその事例である。ポケモン映画とのタイアップやスタンプラリーイベントの一環として2007年から2016年まで2000系や2200系と共にラッピングが行われた。 受験生を応援するキャンペーンの一部として2013年から運行されているラッピング電車。車内には受験生を応援するメッセージが掲示されている。2008年末時点の車両番号を基本として記載する。2017年4月1日現在、3500系は34編成136両が、3700系は5編成20両が、 3100系は23編成46両の合計202両が在籍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。